坂木原元直慶安元年9月1日は、江戸時代初期の武士、旗本。通称は半編、左衛門の差。官位は、十五位下日高み。兄に、花房職足子に、職心、職員。天正十四年、浮北鹿心、花房元幸の次男として誕生。母は同じく、浮北鹿心、ぬかたの三河守の娘。 出家し、池上本門寺の僧となっていたが、徳川家康に原則を命じられ、慶長元年に家康に拝越翌年に徳川秀忠の故障となった。慶長4年に、榊原康政の養子となり、以後、榊原元直と名乗るようになった。康政の側室が花房市であり、 また安政は浮きた騒動の際に朝廷役を務めたことがあり、それらの縁であろうと推測される。慶長19年の大阪の陣には、父の職の兄の職職と共に出陣。元直は後に兄の職職により、花ふさけ8220国のうちから1 0 0国の分与を受け、旗本として独立して取り立てられた。寛永2年、1800国を治業しお勝ち頭となる。 寛永9年には御所院番頭となり、受護医師多日高みとなった。寛永10年、2500国に数を。寛永11年に長崎奉行に就任。江戸幕府が推進していたキリシタンの弾圧をさらに推し進めた。長崎奉行時代に行われた幕府の政策として、逃亡役の許可を長崎のみと限定。日本人の外国渡航の禁止。 長崎近在の根二百287人を海外に追放、ポルトガル人を出島に移す、などがある。一方、諏訪神社の祭礼を始めるなど、長崎町人の改従を進めた。寛永15年の島原の乱において元直は、鍋島勝重の軍艦を務めていた。5月、鍋島軍が抜け駆けを行ったの際、元直の子の触診が同時に抜け駆けを行った。 直進は城内に突入する先行を挙げたが、これは軍令違反であるため親子は直ちに都がを受けた。同年6月29日に長崎奉行を免職、さらに平門の処分を受けてしまう。その後許され、官営19年には五千鉄砲頭、正法3年に大見国水口上場版を務める。慶安元年死去。墓所は東京上野の谷中天皇寺墓地。 通世院連盟へ15位下道空に囲じ。子孫は幕府旗本として存続した。幕末の剣豪の榊原鍵吉や東京女子医科大学の教授の榊原茂は元直の後裔である。幕末の榊原本家当主榊原聖景の婿養子となり、榊原本家十五代目四者区家を相続した榊原正阪はこの旗本家の出身であり、 以降の榊原氏本家はこの決闘となった。ありがとうございます。